理由はこうなんですけど、まあ、こう相手のフックガードを潰してこう、まあ、文字通りこう、クラッチで相手の体をロックしてパスガードしていきます。で、まあ、フックガードは、まあ、相手が、まあ、視点ガードの時にこう相手の体が起きてる時ですね、背中がベタってついてる時に踏めないので、うん、ああいうこういう感じでが、まあフックガード近づいてそれを手に、まあ、実際飛び込むんですけど、まあ、ちょっとゆっくりやな、そういう感じで自慢性が出て、まあ、相手のフックにそのまま乗りに行きますね。そのまま、まあ、こう相手が起き上がってるとまずとか、うん、で手は、まあ、状況によってこうパウンテパウンテ組んだりもするんですけど、まあ、でも実際相手とかは抵抗するんで、こう僕こう4本ですね、4本で組むことが多いです、こういう感じです、うん、で硬いですか、痛いですか、で、そのまま相手にこう下に向かけます、ね、で、まあ、しっかりこう脇締めて、肘と膝締めて、フックで崩されないようにしますね。なんかあんま中途半端に乗ってるとこうフックで崩れちゃうんで、で、まあ、ここからなんですけど、この状態で、まあ、ちょっとずつ乗っていきますね、相手に。ちょっとずつ乗るんですけど、結構頭使います。それで、頭使って相手の顎にこう、グッと、なんか乗りながら、突き刺していきます、相手は。ちょっとお尻上げて。で、こう、フックで、で、フックで乗っていくと、相手をこう、ちょっとフックで押し返してくるんですよ、蹴りが。まあ、ここで潰されるんだけど、そのままこう、お尻上げながら頭でプレッシャーかけていく。で、相手を蹴り返していくタイミングで、ジャカレしますね。蹴っていきます。この辺でジャカレします。で、相手も片方のフック外します。うん、ジャカレです。これを空中で押し切るようにやりますね。私このまま、いきなり自分からやるんじゃなくて、乗ってきて、相手が押してるのは、このタイミングですね。このタイミングでジャカレです。そうすると片足が外れる、うん、そしたらそのままちょっとこう腰切りながら、うん、その相手の足をまたいで、うん、でこれで、まあ、ハーフガードを作る、でここで相手多分足組んでくると、こういう、うん、まあ、そしたらここで前から脇差して組み、うん、まあ、自分のハーフガードを強いかも作りますね、手が痛くなるんですけど、ちょっと痛い、真後ろで組むっていうか、僕ちょっと横にずらします。こっちにパスしたいときはこっちが同じ方向にクラッチを出して、あ、大丈夫ですか、これ痛いんですよ、で、もう頭で乗りに行く、なんかトライポッドパスみたいな、モノビオパスみたいな、こういう感じで、そう、で、相手蹴り返して、この対面で腰、うん、ちょっと片足外れるんだ、うん、そしたらすかさずこう、相手の膝を越える、うん、越えてしまえば、こっちのものなんで、そしたら、ちょっといいとこ、まあ、しっかり強い。サーブが、うん、強いですね。では、まあ、最初これでやった方がいいです。じゃあ、これまでやってみましょうか。じゃあ、行きましょう。